カールスルーエフクインルター派協会共同体、礼拝堂バーデンフクインルター派協会は、コルター派協会である。この協会は、広報人上の社団の地位を有し、南ドイツのバーデンビュルテンベルク州の南部の都市、フライブルクイム・ブライスガウに本部を置いている。同じ州内にある、バーデンフクイン主義州協会とは違い、バーデンフクインルター派協会は、ドイツフクイン主義協会に加盟する。 宗教会ではない。保守的なコルター派の伝統を持つ教会であるが、女性牧師の認職を認めている。特に、この教会は、スイス北部も含めて、バーデンビュルテンベルク州西部にある、バーデン地方の住民であるアレマン系などを中心に、信仰者が多い。バーデン福音ルター派教会は、旧神約聖書を唯一の基範として、信仰を告白する。あらゆる教えは、 旧神約聖書によって理解され、キリスト教会の共通の三信条、すなわち、使徒信条とニケア信条とアタナシオス信条を、教会の信仰告白とみなしている。ルター派教会の信仰告白、すなわちアウクスブルク信仰告白とその弁償、シュマルカルデン条項、ルターの大距離問答、小距離問答と和教信条も信仰告白とみなしている。 それらも純粋な聖書の教えを表現しているからである。これによって、教会の信仰告白を、福音ルター派教会と、その共同体との教会間交流において理解して、いくとしている。バーデン福音ルター派教会はドイツにある、他のルター派教会と密接に繋がっている。しかしながら、コルター派の集合大独立福音ルター派教会には、加盟していない。 バーデン福音ルター派協会はルター派、世界連盟ドイツ国内委員会に属しており、ルター派宗教会の上部組織ドイツ合同福音、ルター派協会ベルクドには客員資格で加盟している。ドイツキリスト教会交流活動団には設立会員として参加し、バーデンビュルテンベルク州にある他の加盟協会と共同活動している。バーデン福音ルター派教会には6つの 教会共同体と3200人の教会員が属している。バーデン福音ルター派教会は1821年当時のバーデン大公国によって実施されたルター派と改革派教会共同体を合同して設立されたバーデン大公国合同プロテスタント両方教会への反発によって1850年に誕生した。 両派の心情を混ぜ合わせた合同信仰告白が1834年に導入されたことにこうして北バーデンのヌスロフ・ホノカール・ワイヒホルンボク氏が1850年に合同両方協会から離脱した若干の協会共同体指導者が彼に従った彼らはカールスルーエ近郊ドゥルラ派に最初のルター派自由協会共同体を設立したすぐに南バーデン カイザーシュトゥール地方のイーリンゲンに新たな教会共同体が設立された。カール・アイヒホルン牧師は、バーデンのルター派自由教会共同体プロイセンの福音コルター派教会の共同体と結びつけたが、国家からはすぐに承認されなかった。1856年になって初めて、バーデン対抗国の黙認布告が出された。その後新たな教会共同体が設立され、 1865年に一つの教会組織になることが許された。しかし、広報人上の社団として、公的承認は第一次世界大戦後の1919 19年になって、やっと認められた。1926年、バーデン福音リ,リター派教会という現在の名称になった。教会指導部の議長は、長老という称号を持つ、教会共同体の牧師が担った。 1948年以降監督という称号になった。バーデン福音ルター派協会は、ヘッセン州とハノーファーにあるコルター派協会、共同体と結びつき、一時的には、今日の独立福音ルター派協会の前身組織だった。同盟省の独立福音ルター派協会に属したが、1965年に離脱した。1968年以降ルター派世界連盟に加盟している。 1981年に、教会間の公的関係が、独立福音ルター派教会、セルックとバーデン福音ルター派教会の間で、確認された。1994年のバーデン福音ルター派教会総会において、女性牧師認職が多数決議決によって承認された。女性牧師の認職承認によって、独立福音ルター派教会側の不信を招く結果になり、 教会館交流は縮小された。独立福音ルター派協会の2001年牧師集会と2003年協会総会で、従来からの共会間交流は支持されたが、しかしながら、バーデン福音ルター派協会の女性牧師が、独立福音ルター派協会の牧師に認職される可能性は否定された。そこでは、教会館の結びつきは強調されなかった。 2011年にコルネリア・ヒブナー牧師が初めての女性牧師としてバーデン福音ルター派協会の牧師職に招聘された。バーデン福音ルター派協会は以下の7つの協会共同体もしくは説教集会場を持つ。バーデン福音ルター派協会は協会共同体によって成立している。その際、すべての協会共同体は独立して業務全般を処理する。 バーデン福音ルター派協会は総会規則を制定する。協会総会は協会の議会である。すべての協会共同体は総会に牧師と新都責任者を総会議員として送り出す。協会員500人に一人の割合で大議員を選ぶ。総会議員の任期は6年である。協会総会は任期期間の間に中心に監督と監督補佐とともに 総会運営委員会を構成する4人の代表者を選出する。総会運営委員会は総会の議事を運営する委員会であり、バーデン福音ルター派協会を外部に対して代表する。総会運営委員会は総会において業務報告を提出する。年次計画を総会に提案し、予算案に関する原案も作成する。バーデン福音ルター派協会の霊的指導は、 監督によって担われる。監督は総会の議長でもあり、協会共同体に訪問し、牧師就任式と採用を取り行う。すべての協会共同体は総会会期中に一度の訪問を受ける。監督は協会総会で選出される。その任期は10年間である。バーデン福音ルター派協会エルキブは財政的に独立時給を達成している。 1919年以来、バーデン福音ルター派協会の協会共同体は、広報人上の社団として認められている。すべての業務を協会自体で運営する。財政関係は総会によって取り決められる。州及びその税制に依存しないとする協会総会の決定により、バーデン福音ルター派協会は、税務署による協会税控除には加わらない。したがって、 ドイツ福音主義協会に属する宗教会とは異なり、税務署による協会税徴収には依存していない。個々の協会共同体は、協会員の収入から分担金を徴収する。分担金は収入に応じて規定される。この規定は、協会総会によって決められる。協会共同体は牧師を招聘できる。その場合、候補者の選定は、牧師会の助言を得た。 総会運営委員会によって承認される必要がある。ありがとうございます。